今日がトントコイトートアシスタントのくーちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日も朝からやっていきますよ。ロザニアンアラルイエーイ、バラにタカルムシを全部害虫だと思ってしまうことがあるあるありますよね。バラの葉っぱや新芽にタカルムシ、もう特に神経が過敏になっている今日この頃は、うわ虫がいた、捕殺しなきゃと思いますけども、今日は危なかったです。僕も危うくアブラムシと一緒に、テントウムシ、はい、益虫の代表ですね、テントウムシの幼虫、危なく捕殺してしまうとこでしたよ。益虫を捕殺してしまうと、なんかちょっと心が痛みますよね。害虫を食べてくれるはずの益虫を間違えて潰してしまったりすると、ああしまったって思いますよね、はい、今日は危うく潰すとこでしたけども、動画に収めることができましたので、そちらを皆さんにお送りしようと思いますよ。あと香りのバラも少しだけ咲いておりますので、その子たちをカットして香りを楽しんでいこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんご覧ください、こちらのアブラムシにたかられている新芽の下に頼もしいボディーガード発見しましたよ。さあ何が出るでしょうか。こちらです。こちらは何でしょうか。ヒラタアブの幼虫ではなさそうですが、さあもうお分かりの方もいるかもしれませんけども、こちらはテントウムシの幼虫ですね。一見こちらもイモムシに見えますが、はい、テントウムシの幼虫です。この子がアブラムシを退治してくれるんですね。ちょっと一見気持ち悪いですけど、この子も立派な益虫です。さあ今アブラムシをまさに捕らえようとしているのか、どうでしょうか。アブラムシをここで食べてテントウムシになって、またさらにアブラムシを食べてくれるという益虫の代表ですね、テントウムシは。本当に頼もしいです。さあどうだ、ここでアブラムシを食べてくれるとだいぶ取れ高が上がるんですが、もうお腹いっぱいのようですね。どうでしょうか。おっとこちら、どうして、どうだどうだ、なかなか昆虫撮影は思うようにはいきませんね。今日はお腹がいっぱいみたいです。なんとかまたこのテントウムシの幼虫がアブラムシを食べているとこが取れると良いのですが、またお楽しみにしてくださいね。さあ雨の中頑張って咲いてくれました、こちらクリスティアーナ。こちらの苗間もなんとか雨の中頑張って咲いてくれてましたよ。ありがとね。
ヒューディクソンも綺麗に咲いてくれましたよ。エデュアールマネもなんとか雨の中頑張ってくれました。そしてこちらシャンテロゼミサトですね。もう本当に雨の中凛として上を向いて咲いてくれておりますよ。ミサトちゃん頑張りました。ありがとうねミサトちゃん。よしくんちゃん今日もみんな綺麗に咲いてくれてたね。昨日は一日雨だったけど本当に頑張ってくれたよねくんちゃん。うんそうだね、よく頑張ったねみんな。もう大変でした。丸一日雨でしたけども、雨に打たれながらも香りのバラたちみんな頑張って咲いてくれてましたよ。はあ、もうほんとけなげですよね。まずこちらのエデュアールマネいかがでしょうか。とっても綺麗です。そしてこちらのナエマ、ナエマも薄いピンクのカップ咲き、とっても可愛くていい香りですよ。そしてこちら白バラクリスティアーナ、雨にちょっと茶色くされながらも頑張って咲いてくれました。はあ、とっても爽やかなティーの香りがしますし、こちらヒューディクソン頑張って咲いてくれておりますよ。はあ、もうバラ独特のダマスクの良い香りとティーの香りがしますね。くーちゃん、うん、いい香りいい香り。そして今日一番いい香りにあのはこの子だよね。青空に向かって綺麗に咲いてくれました。昨日の長雨にも負けず、シャンテロゼミサトです。この子は本当にいい香りがしますよ。甘い中にもスパイシーな香りが最高です。このシャンテローゼミサート、僕の動画を見て購入していただいた方がおりましたけども、ありがとうございます。この子は本当に最後まで咲いてくれますよ。もうバサッとこうバサッと散る寸前まで、とっても潔のいい花持ちが悪いというよりは最後まで散る寸前まで咲いてくれるバラだと思います。香りのバラは基本的に花持ちはあんまり良くありませんからそういう品種が多いですから。でもこの子は頑張って散る寸前まで咲いてくれますよ。はあ、とてもいい香りがします。よいしょっと。どの子も今日もとってもいい香りだねくーちゃん。うん、最高最高。はあ、もうずーっとこうして香りのバラ楽しんでいられるよねくーちゃん。うん、最高にいい香りだね。うん、もうまさに香りのバラの無限ループやー、無限はい、本日の動画いかがだったでしょうか。テントウムシの幼虫初めて動画に出しましたけども、ちょっとグロテスクで気持ち悪いですけども、成虫になったらああいう丸い可愛いテントウムシになるんですね。皆さんも気をつけて捕殺しないようにしてくださいね。アブラムシを食べてくれる強い味方ですので。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね、また見てね。度胸だ、お前たち援護しな
これが分かった方は相当のジブリ好き。天空の城ラピュタのドーラでした。